今年の就職活動に向け動き始めています。あさって3月1日の就活解禁の日を前に、岡山県内の企業60社が参加する就活イベントが行われました。取材をすると、今企業と就活生が抱えている課題も見えてきました。あさっての解禁を前に、岡山市内で開かれた就活イベントです。県内で就職支援を行うオカジョブが、就活生の業界研究の一助になればと開いたものです。参加した学生は、自分のやりたいことがどういうのに興味があるかっていうのがまだよく分かってないので、みんながちょっとやり始めてるんでね、ちょっと僕もそれについていこうかなって必死になってます。今就活戦線は企業の人材不足などから学生の売り手市場が続いています。しかし就活生はコロナ禍以降、進路選択の機会を自ら狭める人が増えてきているといいます。Z 世代の方はインターネットの検索能力に長けていらっしゃるので、インターネット上で、気になる企業のことをホームページ調べたりとか、あとは口コミサイトで見て、それでもう企業研究が完了したと思われている学生さんが多いように感じます。対面での就活の機会が減少したことにより、企業と学生との間にある課題が生まれてきているといいます。企業研究完了したと思って入社してしまうと、どうしてもミスマッチが起こってしまって、離職率の増加というところに結局つながってしまう。インターネットの情報だけで十分に仕事内容が理解できていなかった、人間関係がうまくいかないなどの問題を入社後に抱える学生が増加しているといいます。一方で企業側もこのミスマッチを減らすため、就活イベントが学生とのコミュニケーションの機会になればと考えています。できるだけ多く接点を増やすことによって、その人柄ですとかやる気ですとか、いろんな部分をお聞きしながら、いい方がですね、巡り会えるといいなというふうに思っております。2日後に迫る就職活動解禁、行きたい企業の検討だけでなく、就活の方法も今一度検討してみることが必要なのかもしれません。